教えて兵庫。おはようございます。広報専門員の清水直美です。お出かけやスポーツするにはいい季節になってきましたね。そこで今回はこんなものをゲットしてきました。兵庫県が年2回発行している観光ガイドブック会いたい兵庫の2019年秋冬号ができました。毎回いろんなテーマで県の魅力を紹介していて、今回はスポーツは兵庫だがテーマ。ラグビーワールドカップ、オリンピック、ワールドマスターズゲームズと世界的なスポーツイベントが3年連続で開催される日本だったら、兵庫県でもいろんなスポーツやアクティビティで盛り上がっちゃおうということで、体を動かしたり自然の中で遊んだりできる県内各地のスポットをたくさん掲載しちゃいました。さあ、今日はこちら片手に体を動かしに行こうと思うんですが、わあ、こんなのもね。あ、これいいかも。フォレストアドベンチャー。というわけで清水さんがやってきたのは朝来市にあるフォレストアドベンチャー朝来。私フォレストアドベンチャーって初めてなんですけど、はい、どういうものなんですか？フランス発祥のアウトドアパークでして、はい、でまあ、あのハーネスという安全ベルトをつけて、一番低いところが2メートルぐらいで、一番高いところが10メートル以上あるんですけども、森林の木々を生かしたアクティビティの方をクリアしていくんですけども、うん、フォレストアドベンチャー朝来のパーク、早速体験してみましょう。よし、お願いします。動きやすい服装に着替えたら、はじめに木の上で安全を確保するための道具の使い方やパーク内でのルールをじっくりと教わります。さあ、準備万端ですけどまずは何からいきましょうか？はい、ではまずは1コース目こちらの方を進んでいくんですけども、比較的低いコースになりますので、これでそうですね、いきます。さあ、いよいよフォレストアドベンチャーにチャレンジです。まずは地上 2,3 メートルほどのコースから。高さ全然大丈夫、もうまだ怖くないです。いけてます。不安定な足場を渡って、空中散歩してるみたいや。いや、全然怖くない。うわー、やったー次はね、ターザンスイング、それを体にくっつけて、はい、ターザンのように網に向かってあーあーと飛んでいってもらいますね頑張ってください。いきます。OK 大丈夫、いい感じ。ちょっともう一回やりたい先ほどターザンスイングもう一回やりたいって言われてたと思うんですけども、はいはい、実はもう一回できるんですよ、うん、高さの方が先ほどのもう3倍ぐらいはあるかな、10メートル以上あるんですよ一応国内最大級にはなってますので、ぜひ。恐る恐るスタート地点まで登った清水さん。どういうこと地上10メートルから下を覗き込むと、思わずこんな叫び声が。あなんていうかな、多分見てる方も怖いけど、ここに立つと本当に怖いでもね、行くしかないんだ。絶叫必至、国内最大級のターザンスイング。さあ、今こそ勇気が試される時だ。行くよ。3、2、1、ゴー！ゴー！ゴー！あらあら、大絶叫！ライスターさんですやばい、自由落下のところ怖い。あいや、よく頑張りました。そしてそのまま10メートルの高さを移動するんですけど、もはや怖いものなしの清水さん楽しいわ。今
今からはジップトリップですね。あとはもう爽快に滑っていただけたらと思います。もうね、もう今までのことやったんだから、あとはご褒美そうですねイエーイ、わーむっちゃ気持ちいい森の空気を肌に感じながら木々の間をすり抜けるジップトリップ、気分爽快です。もう童心に帰ってキャーっていうのめっちゃ楽しかったです。素晴らしかったですまたですね、季節によってやっぱり夏でしたら海よりも涼しいですし、で秋になると運が良ければ雲海が見れることもあるんですね。四季折々で楽しんでもらえるかなと思いますので、ぜひお友達ご家族皆さんで遊んでもらえたらなと思います。汗かいたらお腹減っちゃった。どっかいいとこないかな。あ、ここいいかも。会いたい兵庫の情報をもとにやってきたのは朝来市の黒川温泉の中にあるお食事処。こちらではちょっとユニークなメニューがいただけるんですよ。それがダム林です。黒川温泉名物ダム林は地元の野菜をふんだんに使ったボリューム満点のハヤシライス。すぐ近くにある黒川ダムをモチーフに、ハヤシルーを湖、地元産のコシヒカリをダム、そしてサラダを周りの自然に見立てたご当地メニューなんです。あー、すごい、しっかり酸味がある。なんかよく煮込まれた深みも同時にあっていいな。さっぱり、こんなにいっぱいいろいろ入ってて大満足。これは運動した後に最高。さて、どこかに遊びに行こう、でもお天気がちょっとなっていう日もありますよね。でもこの会いたい兵庫は雨の日だって寒い日だって楽しめちゃう屋内スポットを紹介しているんです。というわけで今度はここに行ってみましょう。今話題のスポーツ、ボルダリングにチャレンジです。こちらは神戸市中央区にあるクライミングジム、ロックガーデン神戸。初心者から上級者まで誰もが本格的にボルダリングを楽しむことができる施設です。ボルダリングといえばやっぱり東京オリンピックですよね。そうですね、はい、次のオリンピックの種目になっているんですけど、まあ、ボルダリングっていうのは、まあ、基本的にロープを使わないクライミング。私みたいな初心者でもできる。そうですね、レベルがあるんで、はい、すごい簡単なコースもあるし、もうやってる人でも難しいようなすごいコースもあるんで。とにかくやってみなくちゃわからないということで、レッツチャレンジ。じゃあ最初ピンクの5番のコースを登ってもらいます。例えばピンクの5番のコース登る場合は、足はどこに置いても構わないんですけど、手で掴むやつはピンクの5番しかダメ、はい、これの次はこれで、で5番の G って書いてるのがゴール。ゴール、うん、スタートを必ず両手で持つんですけど。両手で行きましょうか。え、先生いきなりやるんですか。両手で行くんですね。これが一番簡単なコースなんで、これが登れなかったら登るコースはない。これが一番簡単なんで、はい、行きましょう。まずスタートは両手で持ってもらって、うん、足どこでもいいんで、そうですね、両足を、もう一個の足も置いて、これでスタートになります。はい、飛ばしてもいいけど。よいしょ。OK です、OK です。これゴール。最後ゴール。OK。最後ね、両手でしっかり持ったらゴール。はい。うん、いけたー。思ったよりスッといけちゃった。どの色の印がついたホールドを使うかによって選べる難易度は10段階。ちなみに最高難度ってどんな感じか戸田さんに挑んでいただきました。こうぐらいの、うお、いきなりジャンプ早い。そして迷いなく次の、先生スパイダーマンみたい、早い。そしてほぼ反り立つ壁を早い、超速い先生、お見事でした。かっこいい、やった。
清水さんもさっきより少し難易度を上げて再び挑戦です。溺れてきた。次ゴール一緒。 OKOK。 もうちょっと左足曲げた方がいいです。 OKOK。 おー、いけた。あー、達成感。あー、清水さん、すっかりハマっちゃいましたね。さて、今回ご紹介した会いたい兵庫2019秋冬号は JR 西日本の主な駅や県内の観光施設、県庁、県民局、県民センターなどで配布しているほか、ウェブ上でも見ることができますよ。よいしょ。とっても楽しいスポットが満載。皆さんもこの会いたい兵庫を手に入れて県内各地お出かけしてみてください。スポーツは